今年の夏も猛暑が予想されています。さて、この時期に注意しなければならないのが熱中症と食中毒です。今回はその対策ポイントについてしっかりと学んでいきましょう。まずは熱中症対策について、皆さんはどのような熱中症対策をとっているのか近視公園でお聞きしました。あんまり疲れさせないとか、頻繁にお水飲ませるぐらいしかやってないんですけれども、基本的に帽子をかぶることと、あと最近、今日はしてないんですけど、アイスリングって言って首につけるやつ、あれしてると結構涼しいので、やっぱりこまめに水分取ったり、あの帽子かぶせたりとか、なるべくずっと長時間公園いないように心がけてます。皆さんいろいろな対策を取られていますね。まずは本庄保健センターの津川さんに熱中症対策についてお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。暑い日が続く中でもマスクは欠かせない日が続いていますが、そうした中で毎年どれくらいの方が熱中症になっているんでしょうか。令和3年の5月から9月にかけて熱中症により救急搬送された方は4万7877人でした。そのうち1万8882人は住宅での熱中症です。これは全体の約4割を占めています。コロナ禍で自粛する方も多い中、特に注意が必要です。ではこうした屋内での熱中症を防ぐ対策ポイントを教えてください。はい、まず室温を適切に保つことが大切です。扇風機やエアコンを使用して室温を適度に下げましょう。また遮光遮熱ができるカーテンやすだれの利用でも室内環境を保つことができます。次にこまめな水分補給なども心がけましょう。室内では屋外と比べて喉の渇きを感じにくくなっています。喉が渇いていなくても水分補給をし、汗を大量にかいた後は塩分補給もしましょう。その一方で今年はワクチンの接種も進んで、夏休みに外出する方も増えてくるのではないでしょうか。そうですね。マスクを着用しての屋外での活動をする際、熱中症を防ぐ対策ポイントを教えていただけますか。水分の補給はもちろん大切ですが、その他に暑さを避けることが重要です。日傘や帽子を活用した涼しい服装を心がけ、なるべく日陰にいるようにしましょう。またマスク着用により熱中症のリスクが高まっています。屋外で人と2メートルの距離を取れる場合にはマスクを外すことをお勧めします。感染症対策を意識して状況に応じた熱中症対策を取ることが大切なんですね。では万が一熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。はい、熱中症になるとめまいや頭痛、気分が悪い、手足が痙攣するなどの症状が感じられます。こうした症状が出た場合、まず風通しの良い日陰や涼しい室内へ移動しましょう。近くの自動販売機などにある冷たい飲み物で首の付け根や脇の下を冷やすのも効果的です。対処をしても症状が回復しない場合には早めに病院に行きましょう。ご自分で水が飲めなかったり動けなかったりする重い症状が出た場合には迷わず救急車を呼んでください。熱中症対策についてよくわかりました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。この時期は気温や湿度が高くなり、生肉につくカンピロバクターや卵料理につくサルモネラ属菌などを原因とする食中毒が増えていきます。そこで今回は食中毒予防に有効な正しい手洗い方法などを生活衛生科の佐藤さん、そしておなじみ墨田子くんに教えてもらいました。佐藤さん、墨田子くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。暑い夏はやっぱり食中毒が気になります。食中毒の対策ポイントを教えてください。はい、食品衛生は手洗いに始まって手洗いに終わると言われるほど手洗いが大事です。食中毒を予防するために正しい手洗いを身につけましょう。手洗いがとにかく大切なんですね。というわけで佐藤さんと墨田子くんによる手洗い教室スタート。
では正しい手洗いについて説明していきます。手洗いの直前には時計や指輪は外しておきましょう。はい、まず石鹸を泡立てて手のひらをよくこすります。こうですか？はい、はい、手の甲を伸ばすようにこすりつけます。はい、手の甲も汚れているんですよね。はい、手のひらの上で爪を立てるようにして指先、爪の間を念入りにこすります。爪の間はこう忘れがちです。はい、指先や爪の間は汚れが残りやすいので注意して洗いましょう。指の間を洗います。はい、親指を手のひらでねじり洗いをします。はい、親指の周りも念入りに洗うんですね。はい、親指の周りも汚れが残りやすい場所です。なるほど。手首も忘れずに洗います。はい、最後は泡をよく流しましょう。特に調理前、食事前、トイレ後には手洗いを徹底して行いましょう。手洗いは2回繰り返すとさらに効果があります。この洗い方なら余すところなくきれいに洗えそうですね。また手洗い後のアルコール消毒は手の水をよく拭いてから行いましょう。手洗いの方法がよくわかりました。では手洗い以外に食中毒の対策ポイントはありますか？はい、細菌を増やさないよう心がけることが大切です。買い物で持ち帰った食品や出来上がった料理はすぐに冷蔵庫で保存しましょう。ついてしまった細菌は食品に十分に火を通す必要があります。特に肉は中心部までしっかりと加熱し、生肉に触れた別の食材もよく焼いてから食べるようにしましょう。これからバーベキューシーズンですし、お肉にはしっかりと火を通すことが大切なんですね。ちなみに2021年6月から飲食店などでHACCPによる衛生管理が義務化されており、墨田区ではその認証を受けたお店にこちらのステッカーを配布しています。外食やテイクアウトなどを利用する際のお店選びの参考にしてくださいね。では食中毒の症状が疑われる場合にはどうすればいいでしょうか？はい、腹痛や下痢などの症状が出て食中毒が疑われる場合にはすぐに病院を受診しましょう。また原因究明のために保健所の生活衛生課へご連絡もお願いします。時間が経つと原因究明が難しくなってしまいます。症状が出たらすぐに対処することが大切なんですね。はい、それでは最後にメッセージをお願いします。これから本格的な夏が始まりますので、食中毒予防や手洗いを徹底して健康的な夏を過ごしましょう。熱中症と食中毒の対策ポイント、いかがでしたか？今年も真夏日が続きそうですが、体調に気をつけて暑い夏を元気に乗り切りましょう。